オルガー・フェリックス・バトシュトゥバーは、西ドイツ・メミンゲン出身のサッカー選手。元ドイツ代表。ポジションは DF、f c ルツェルン所属。2002年から所属するバイエルン・ミュンヘンのユースチームを、経て、2008年7月に、チームメイトのトーマス・ミューラーと共にトップチームに昇格。2008から09シーズンは、出場がなかったが2009から10シーズンは、 リーグ開幕戦の TSG1899 ホッフェンハイム戦でデビュー。シーズン序盤は怪我人の事情もあり、センターバックとして中盤以降は左サイドバックとしてレギュラーを守り続け、バイエルンの国内2巻及び CEL 準優勝に貢献した。その活躍からレアルマドリードが獲得に乗り出すなど、たが2010年1月にバイエルンとの契約が2014年まで。 延長された。2012年12月、ボルシアドルトムント戦で、右膝十字人体の負傷を負い、その後も怪我による離脱を繰り返したが、2016年10月29日、ブンデスリーガ第9節アウクスブルク戦で259日ぶりに、戦列復帰を果たした。2017年1月10日、シャルケ・レイヨンへ2016から17、 シーズン終了までの期限付き遺跡が発表された。2017年5月12日、2017年6月30日のシャルケ・レイオムへの期限付き遺跡終了をもって契約満了とし、バイエルンを退団することを発表した。2017年8月4日、VFB ・シュットガルトへフリーで遺跡。契約期間は2018年6月までの1年間。 2018年6月に契約満了で退団したが、2018年7月10日に、シュトットガルトと再契約。2021年6月まで3年契約を結んだ。2021年7月12日、FC ル・ツェルニエ、フリーで移籍。契約期間は2022年6月までの1年間。2009年8月のトルコ戦で、ドイツ U-21 代表デビューを飾った。 2010フィファワールドカップ南アフリカ大会直前にドイツ代表に初選出され5月のハンガリー戦で代表デビューを飾ったワールドカップ本戦メンバーに選出されグループリーグ初戦のオーストラリア戦で W ハイデビューを果たした9月7日のユーロ2012予選アゼルバイジャン戦で代表初得点を挙げたありがとうございます